綾瀬を遠いにが今回なんですけども、見てくださいこれ謎缶ね。じゃあ何が出るかお楽しみ。賞味期限が近いへこみ缶リニューアル商品などって書いてありまして、作業中に落としちゃったりだとか賞味期限が近くなったもの、このパッケージが変わるとかでリニューアルするとかで安くなっている缶だと思うんですよ。なんでこちらを今日は買い占めていきたいなと思います。そしていくら使ったか、何本出てくるかっていうのをね検証していこうかなと思います。で一応60円は60円なんですけども、一応念のために5万円は用意してあります。なんでこちらを使ってねどんどん出していこうかなと思います。じゃあ早速回していこうかなと思います。ポチッ、来ました、三ツ矢サイダー。いやー、三ツ矢サイド出てくる率結構高いな。前の時も確か結構出てきてたんだよな。ポチッ、三ツ矢サイダー。三ツ矢サイダー人気ないのかな、意外と。賞味期限がね、2022年7月、結構近い。あー、なるほど、そういうことね。近いですね。うわ、三ツ矢サイダー、またしても三ツ矢サイダー。え、全部売り切れ。え、まさかの3本三ツ矢サイダー出て全部売り切れ。あ、なるほど、ここ全部連動してたわけね。マジか、終わっちまった。これにて全部終わり。ただ三ツ矢サイダー3本出て終わりというね、検証結果になってしまいました。まあまたね、ちょっとこれに関してはねやり直します。どっかのタイミングでまたちょっとね補充されてたらやっていくって感じでね。はい、そんな感じでね、今回なんですけども、自動販売機謎缶という札幌市にあるね謎缶をね潰すという動画をね撮りました。よければグッドボタンとチャンネル登録、そしてね TikTok、Instagram、Twitter などもやっておりますので、もしよかったらそちらの方を見ていただければなと思います。はい、そんな感じで今回終わりたいなと思います。ありがとうございました。